は、宮崎県の都城市にいます、本日は延岡市、宮崎県北部延岡市から、120キロほど運転してきて、雨がすごかったんですね、豪雨でね。まあ運転で、ハンドル取られたりしましたけど、まあ、安全運転でしたので特に問題なかったです。で、都城に関しては、去年の12月に来ているので半年ぶりですね、2回目です。鹿児島県との県境近くて、江戸時代はね、薩摩藩領だったので薩摩、鹿児島の匂いが少しするようなところです。都城も結構いいところですね、はい、霧島酒造とかね、酒好きなかったら霧島酒造の本社があったりしますよね、はい、で今回は題名でも入れさせていただいたんですけど、今ホテル業界ね、人手不足ということです。時給1350円で、募集をかけてもなかなか人が集まらないということで、非常に大変ということでね、まあ、ホテル業界ということで、まあ、観光業、ホテル業界、まあ、旅行会社働いた時に手もしてきた身でね、そして、日本全国各地、世界各地でいろいろなホテルを泊まってきた中で思うことということでね、語らさせていただきたいと思います。ホテル業界ということで、まあ、新型コロナ禍ということで、まあ、この3年間非常に大変だったんですね。もともと旅行会社働いた自分ですので、旅行会社、航空会社もそうですね、全日空も JAL も、まあ、先日、JAL とね、全日空の社員なんかと、まあ、会ってね、お話したんですけど、まあ、非常に大変だったと言ってます。でホテルの、に関してはいろいろいる中でね、ホテルの従業員からいろいろ聞き取りもしてるんですけど、やはり、最初の1年、2年ぐらいはね、大変だったんです。まあ、それによって、まあ、GoTo トラベルとかね、旅行割とか、そういったものによって、なんとか、客が来てということで、食いつないところもあれば、潰れてしまったところも結構あるのが実情ですね。で、今、近畿日本ツーリストが、まあ、新型コロナのワクチン接種不正でね、したということで問題になってますけど、他にも旅行会社であるとか、観光業者もね、結構不正をしてたところもあるのかなって感じはするんだけど、それだけまあ非常に大変だったんですね。ホテル業界なんか見てもやっぱり、まあオリンピックが開催するために、まあ、多くのホテルがね開業してったんだけど、結局その後あのホテルを建てた後に、このご時世になってしまって、非常に大変だったとね、いうわけだけど、今はどうなのかということですね。今年に入ってから、まあ、かなりね、利用客が増えて、で規制も撤廃して、まあ、外国からの、ね、観光客も来るようになりました。その結果、まあ、去年に比べたらやっぱりホテルの値段結構上がってるなって実感します。東京なんか見るとね、結構4月5月のホテル料金ってのはかなり高かったなって感じはしますね、はい。それはやっぱり外国からの観光客来ていて需要があって、それだけやっぱりまあ高くしてもね、結構客が取れるということで利益率を増すためにはまあ当然のことかなって感じはするんだけど、まあ、去年と比べて自分の実感的には 1.5 倍ほど上がったかなって感じはします。それだけ上がってるということで、まあ、こちらから利用する側からすればね、まあ、経費がまあ増えるわけだからあんま良くないことなんだけど、ただやっぱりホテル業界を知る身ではね、やはりあまり安くしすぎてもやっぱり利益としてね、今後どうなっていくかわからないし、やっぱり従業員に還元するためには必要なことなのかなっていうのもね、思うところです。で今回まあ時給1350円では集まらないということなんだけど、この1350円っていうのは例えば東京、まあ、東京都内のホテルでのことなんですけど、地方に行って1350円の時給ってかなり高いと思うんですね。まあそれ普通に集まるとは思うんだけど、都内ではなかなか集まらない。まあこれにはいくつか理由があるんですけどね、はい。で今はまあ人手不足ということで、なぜ人手不足なのかっていうのは先ほど述べたように、観光がね、まあ、日本人ですら、日本人が日本ですら観光、まあ、いわゆる旅行しづらい世の中だったじゃないですか。それが規制が撤廃されている中行けるような世の中になって、さらに外国から来るようになって、まあ、かなりまあホテル業界、結構ね直線予約だと取れなかったりするような感じだったりするんで、それだけ繁盛してきてるんですね。再びやっぱり客が戻ってきてるということで、それなので人手が足りないと、それに対して、まあ求人をかけたんですけど、なかなか人が集まらない状況で外国人労働者を雇い入れてっていうのがなんですね。私がまあ全国各地回ってる中で、まあ、東北とか北海道はそこまででもなかったんだけど、やっぱりその西側が特に九州、沖縄なんかだとね、やっぱりあのネパール人が多いですね。あとは、九州においても結構回ってるとネパール人が多いなっていうのは実感します。
あとはベトナム人が働いていたりとかね、東京都内なんか結構ベトナム人働いたりするってあるんだけど、結構やっぱ日本のホテルなんだけど、外国人労働者が結構いるのが目立ちます。これはホテル側に問題があるんじゃなくて、ホテルが求人を書きたんですけど、なかなか日本人が集まらなく、まあ致し方なくね、まあ言語の問題もありますからね、ある程度やっぱり日本語話せる、外国人を入れてはいるんだけど、本来であればホテル側の経営者としても日本人を入れたいってのもあると思うんだけど、そこのところが、まあ募集かけてもなかなか集まらないということで、外国人労働者を雇ってるということです。まあこれは、まあ大体、まあ派遣会社があってね、派遣でっていう形が多いですね。まあパートアルバイトという形、正社員という形ではない。大きなホテルになると、まあ正社員で雇ってるところもあるんだけど、大体小さいところがそこまで大きくない規模だと、大体そのやっぱり派遣会社で派遣されているとか、パートアルバイトっていう形で、働いているのかなって感じはします。で、例えばね、まあ、外国人ということで、まあ、外国のホテルなんかなんか私も、まあ、ホテルで結構いろいろ案内させていただいてますけど、自分自身も手配してきたわけですからね、外国のホテルとかもね。でやっぱり現地でも駐在して分かったんですけど、結構物が盗まれる。ベトナムなんか特にそうなんですね。ベトナム駐在時なんか結構もう普通の4つ星ホテルとか1つ星ホテルでもこの上に置いてあったものが盗まれたりとかあるので、そういったものに関しては貴重品管理はしっかりとしていかなきゃいけないってあって、だから、まあ、経営者の方もよく分かってると思うんですけど、外国人に、まあ、いろんなところを任せてしまうとね、何かじゃあ盗まれたりとかね、金銭を盗まれたりあったりするし、個人情報保護法がある中で個人情報を勝手に持ち出して売ったりだね、そういったこともあり得るので、そういったところの管理はやっぱりしっかりしていかなきゃいけないかなって思うところです。で、実際そのホテルということなんですけど、時給1350円なんだけど、例えばホテルの中でもじゃあ実働何時間とかありますよね。旅館なんか特にそうなんだけど、温泉地なんかだとやっぱり朝晩遅晩経って、朝出てその昼抜けて、まあ夕方からってやって、実働大体7時間とかね。じゃあ1350円でやって7時間とか、もしくは7時間いかないぐらい休憩抜かして6時間40分50分とかで、じゃあどれだけ稼げるのかっていうところを考えるとね、なかなかそこら辺が実働時間かける時給で考えると1日あたりそんなに稼げないとかね、思う人もいたりもすると思うので、そういったところがあるのではないかなって感じはします。であとはやっぱり旅館とかね、温泉地なんかそうなんです。私も温泉旅館とかよく泊まって、この間も湯布院別府泊まりましたけど、まあ杉並ホテルなんか泊まってみると、外国人の労働者、多分社員であれば雇ってるなと思ったんですけど、他にもバイトでっていうね、あの湯布院の方はバイトだったな、ちょっと聞き取りしたんですけどね。でやっぱり今非常にね、まあ、大変なんですよね。自分自身がまあ学生の時に、まあ、アルバイトで、あのホテル、あの夏休み温泉旅館とかね、温泉ホテルとかとあので働いたりしたことがあるんで、朝早く起きて、で昼がまあ仕事なくなって抜けて、で夜からっていう感じ。まあ部署によってまた違うんだよね。布団敷くのやつだったら朝から朝やったら布団を敷いて部屋を片付けるってあったりするんだけど、で結構ね激務なんだよね。でそれでいて、正社員なんかだとね、特にまあ旅行業界観光業界全般に言えるんだけど、やっぱ給料安いんですね。はい。なので、普通こういうご時世じゃ なかったとしても、まあ元々の給料が安いので、そういった意味でもやっぱりもちろんまかないがもらえたりとか寮とか完備されてはいるんだけど、福利厚生あるんだけど、もともとのこの基本給が安いので、ね、旅行業界観光業界とかね、だからそこで途中で辞めてしまう人もいるのかなって感じがします。さらに、まあ、このご時世になってから、まあなかなか仕事がで給料も減ってしまってって言って、まあホテル業界の方々も、まあ、このご時世で途中でね、転職された方も結構いらっしゃると思うんですね。はい。でホテルの経営者、旅館の経営者の方にもいろいろ話を聞いてると、やっぱりこういうご時世になったりとか、繁忙期とやっぱり閑散期ってあって、その時にじゃあ繁忙期にじゃあこれで人が必要だけど、閑散期なら必要いらないじゃないですか。そうすると経費削減しないといけないから、どうしても社員としてじゃあ多くの社員を雇うってかなり大きなところだったらもちろん雇えるんだけど、そうじゃない、まあ、中規模、小規模の、まあ、温泉旅館とかね、ホテルであれば、あんまり社員として雇うってことはなかなかできないんですね。で、その時にやっぱパートアルバイト、もしくは派遣ですね。まあ、切ることができるので、そういったところで、社員としてだとやっぱり、ね、なかなか難しい面もあるんだけど、派遣とか、パートアルバイトという形で入って短期とかね。まあ、これは昔からあることなんだけど、
そういったところでうまく回してたりするのもあるのかなって感じはします。だからまあホテル業界なんかだと、例えば御三家と呼ばれているホテルですね、ホテルオークラとかね、まあいろいろありますけど、まあ、他にも外資の五つ星ホテルなんかあるけど、まあホテル、まあ業界志望される学生さんも結構いらっしゃると思うんですね。ただまあ実情を見ていくとね、まあそれらのホテルだったらある程度給料もらえてっていうね、まあ福利厚生とかいろんな法整備も整ってるでしょうけど、それ以外になるとね、ちょっと厳しい面もあるんですね。なのでやりがいはあると思うんだけど、給料の面になると非常にちょっと厳しいものもあるし、そういったところで、まあ、人手不足が進んでるのかなっていうのはね思うところです。なのでどうしてもやっぱりその中で外国人に頼るしかないってあるかなって感じはします。はい、あとここ最近で見るのはホテルいろいろチェックインすると、例えばフロント返さずに自分自動チェックインとかもありますし、で清掃もエコ清掃にしたりとかね、例えば今泊まってるホテルもそうなんだけど、エコ清掃にするとまあボトルね、もらえたりとかね、で何泊もしてて一泊ずつじゃあ清掃しても必要ないって必要ないですからね、自分自身もやっぱりまあ極力ホテルの方々には迷惑かけないようにとね思っているんで、別にそこまでね毎日毎日清掃する人の身、まあ1週間泊まったら3泊ずつぐらいはしてもらいたいかなと思うんだけど、まあ極力まあエコ清掃で、まあ別に清掃いらないって備品だけっていう感じでは伝えてたりするんですけど、だからそういったところかなって感じはしますね。はい、ということで、まあ今まあホテル業界ということで、まあこのどん底の下がまたこうなってきますからね、そこで今人手が足りてない状況だけど、やっぱり正直な話、やっぱりホテル業界、観光業ね、旅行業、航空業界、まあ、含めて全部全体像を見るとやっぱり戦争とかね、天変地異とか疫病とかそういったのに左右されやすいので、非常にちょっと不安定な業界でもあるのかなっていうね思うところです。ということで、今回ちょっと気になるお題ということで、時給1350円でもまあ日本人がね、集まらないと、人手不足のホテル業界ということで、言及させていただきました。またね、こういった、ホテル事情、まあ、最後再生リストで、まあ、今まで泊まったホテル、温泉旅館ね、加賀屋さんなども泊まったりしまして、ね、一般10万でね、まあ、そういったところもぜひ見ていただければと思います。まあ、こういった、ホテル、観光業、旅行業に関しても、一応専門分野ですので、今後もね、言及させていただきたいと思います。